はい、皆さん、毎度毎度。正直すぎて儲かりません。まあ、しばちゃん先生、毎度毎度。まあ、商売にね、やっぱり正直っぽく見えなきゃね、お客さん寄ってこないからね。だけど、美容業ってのはさ、ギリギリまで値段安くするさ、癖があるよね。唐辛子かなんかのさ、宣伝広告のさ、クーポンがいけないよね。あんな素人集団が考えたようなシステムのさ、で、値段が安くなるよね。そうすると、やっぱり人数やんなきゃいけないからね。でも人数やりゃ当然仕事の質も落ちるからね。結局、儲けようと思ったら値上げしかないんだよね。値段が安いだけなんだよね。まあ、やっぱね、30分仕事やったら本当に弁護士みたいに5000円ぐらいもらわないとさ、割り合わないよね。家賃が高いとこだったら、都内とかだったらもう30分で1万円近くもらわないと、まあ、年功序列に沿った潤った生活できないような気するよね。本当に30代、40代ぐらいだと、そんな先のことなんか考えないで働いてると思うけどね。いや、50とっ超えるとね、本当に体力も落ちてくるしね。まあ、お客さんの数もね、半分ならいいよ。3分の1ぐらいになると思った方がいいかんね。本当にそれが、みんなの将来だよ。はい、お疲れ様でした。シャンプーやってみたんだ。変わんない。買ってピンク色ですやったら、意外と色持ってる。ああ、そう。うん。何かしら染まるようになってるからね。うんうん。で、ちょうどこの書いてあるやつの量は倍になるから、まず全部。あとは包んで焼くんだ。焼くだけだから。うん。蒸しても焼いてもいいし、蒸してもいいし、どうなったって構わねえな。餃子もシューマイも肉まんも似たようなもんなんだよ、結局ね。餃子がちょっと野菜が多めぐらいっていうの。肉まんもシューマイも一緒だよ。シューマイ焼くわけいかねえかな。やっぱ餃子だな、めんどくさくねえな。だって IH コールやった一台、黒いやつが。うん。うん、え、蒸すのなんかで、ね、焼くの焼いちゃう、餃子みたいに。うん、じゃあそれで。うん、で餃子の皮だな。売ってないんだもん、シューマイの皮っていうのが。シューマイもこれ一緒なんじゃない？同じだけど、大きさが違うんじゃん。ああ、そっか。ただそんだけだよ。うわ、目が痛い。休み。